こんにちは。今回は第36回管理栄養士国家試験の問い21、人体の範囲の解説をしていきます。問い21は脂質の代謝に関するこんな問題でした。これらの選択肢ですが、これまで国家試験対策お手軽版でやってきた内容で大半が解けてしまいます。例えば選択肢1番と2番は第6回の絶対覚える脂肪酸リストがあれば解くことができます。また4番と5番は第9回のリポタンパク質についての内容を覚えていれば簡単に解くことができます。では早速選択肢1番と2番から見ていきましょう。この選択肢、質問の内容としてはこんな感じで、それぞれの脂肪酸の性質を理解していますかと聞いてきている問題です。これに答えるために絶対覚える脂肪酸リストをもう一度見てみましょう。これが国家試験対策お手軽版第6回で紹介した絶対に覚えるべき脂肪酸リストです。そして赤色で書いたアラキドン酸を見てください。アラキドン酸は絶対覚えるリストの6番にあります。そしてアラキドン酸の二重結合の数は青で書いたように4つでした。したがって選択肢1番は×になります。二重結合は4つなので多価不飽和脂肪酸ということになります。このまま選択肢2番を見ていきましょう。オレイン酸が体内で合成できるかどうかというのは必須脂肪酸かどうかを聞いているのと同じです。絶対覚えるリストを見ていくとオレイン酸は3番にあります。そしてこのリストの中で国試に出る必須脂肪酸は4番と7番だけでした。これを覚えていればオレイン酸が必須脂肪酸ではない、つまり体内で合成することができる脂肪酸だと分かったかと思います。改めて書くとこんな感じになります。選択肢1番と2番はこんな理由で×となります。残りの選択肢を見ていきますが、3番は一旦保留して次に4番と5番を見ていきたいと思います。4番と5番の選択肢に書いてあるキロミクロンや LDL、HDL はいわゆるリポタンパク質というものでした。これらの選択肢が皆さんに聞きたい質問の内容としてはこんな感じです。キロミクロンはどこから分泌されますか ?LDL は何から生成されますか?この2つです。そしてこのリポタンパク質を攻略するためのキーワードとしてお手軽版第9回ではどこからどこまで何を運ぶのか、これをしっかり押さえましょうというお話をしました。詳しい説明は概要欄に URL を貼っておくのでお手軽版第9回を見てください。ここではキロミクロンが小腸から出てくることとLDL は VLDL から生成されるということが分かれば OK です。繰り返しますが、お手軽版第9回ではこのあたりをしっかり説明しているので、概要欄から第9回見てみてください。改めてまとめるとこんな感じになります。4番も5番もさっきのまとめと見比べてもらえれば、どこがどう間違いなのかというのが分かると思います。というわけで選択肢4番も5番も×となりました。消去法的には3番が丸になるんですが、ここではしっかり丸の理由を見ていきましょう。3番の選択肢、キーワードは赤で示した中鎖脂肪酸になります。この中鎖脂肪酸ですが、中鎖と脂肪酸で分けることができます。脂肪酸の方はよく聞く単語ですが、聞き慣れない中鎖の方を見ていくと、この言葉の意味は脂肪酸の炭素の長さが中くらいという意味です。どのくらいが中くらいかというと、炭素が8から14個ぐらいが中鎖。それよりも短いもの、炭素の数が少ないものを炭鎖と分類して中鎖脂肪酸や炭鎖脂肪酸と呼びます。これまで散々説明してきた絶対覚える脂肪酸リストに書かれている脂肪酸は、改めて見てみると、実はすべて長鎖脂肪酸です。
なぜこのリストの中に中鎖脂肪酸が書かれていないのでしょうか。それは極端な話をすると覚える必要がないからです。中鎖脂肪酸はこの覚えるリストに書いてある長鎖脂肪酸のように化合物の名前が出てきて、その化合物の炭素の数や二重結合はいくつですかなんてことを聞かれることは一切ありません。すごく極端にまとめると、国家試験の特に午前の問題で中鎖脂肪酸という文章が出てきたら、小腸で吸収されて門脈を通って肝臓に行くという吸収するためのルートの話しか出てきません。つまり中鎖脂肪酸の言葉が出てきた時に、その選択肢に門脈という言葉が出てきていなければ、その選択肢は×だと思ってもらって大丈夫です。それくらい中鎖脂肪酸と門脈はセットで出題されます。ただし午後の部の問題で膵臓の炎症、膵炎が出てきた時は、門脈以外のことも中鎖脂肪酸絡みで聞かれるので、そこだけは注意しましょう。午前の部に限れば中鎖脂肪酸と門脈は必ずセットで出てくる。出てこなければその選択肢は×だと覚えましょう。それを踏まえて選択肢を見てみると、中鎖脂肪酸と門脈がセットで登場していて、吸収された後門脈に入っていくという正しい内容なので、この選択肢が丸になります。この手の問題は言い方を変えたり脂肪酸の名前を変えたりするだけで、毎年同じような問題、同じような選択肢が出るので、まとめて覚えてしまって本番で確実に1点取れるようにしましょう。最後に選択肢だけを載せておきます。自分なりに選択肢を正しく直しましょう。今回はここまでです。お疲れ様でした。最後に質問や要望などあれば、直接連絡するかコメント欄に書いておいてください。チャンネル登録とかグッドボタンとかはお任せするので、次の動画や大学の講義を活用して、これからも国試に向けてしっかり勉強していってください。以上。